にちは、スタイルハウス編集部です。今回は大人気企画のミニバッグどれぐらい入るのか検証動画をお送りしたいと思います。ミニバッグってすごい可愛いですけど、実際どれぐらい入るのかだったり本当に使いやすいのかっていうところを皆さんも気になっていると思うので、そこら辺をガチレビューしていきたいと思います、今回はこちらの4ブランドから人気のバッグをお取り寄せしてみました。リアルな使いやすさをお世辞抜きでご紹介したいと思います、実際どんなバッグが登場するか楽しみにしていてください、まずはじめにご紹介するのは大人気ブランドロエベからアマソナ16というモデルをご紹介したいと思います、かわいいですね。かわいいですよね。アマソナというシリーズはもう本当にロエベの昔から愛されているシリーズなんですが、この16というモデルは比較的新しいモデルになっていて正方形っぽい形、アマソナって結構長方形のイメージあるんですが、ちょっとコロンとした形になっています、より今らしい感じですね。確かにそうですね。これは新しいものですけど、他にももう少し大きい横長のものとかいろいろバリエーションも豊富にあるモデルです、カラーなんですがウォームデザートというカラーで温かみのあるキャメル色というんですかね、すごい可愛い。秋とか冬のニットに合わせたりとかしたらすごい可愛いんじゃないかなと思います。金具がゴールドなのもいいですよね、可愛いですよね、ナパカーフスキンという素材ですごく柔らかい。あとあんまりツヤ感がそこまでなくてマット寄りな感じですね、落ち着いた印象になります。バッグの作りを見ていこうと思います。 3way になってまして、まずハンドルがついてるのと、あとはショルダーバッグとしても使えますし、あとこの付属のこのショルダーなんですけど、長さ調整がこういう風にして自分の好きな長さにできるんですよ、かなり自由自在に調整できるんですね。そうなんです。なのでかなりこう短くしてこうボディバッグ風に持つことができるという、今っぽいですよね、今っぽいですね。でストラップは取り外し可能になるので、これを取り外すと本当にクラシカルな感じのミニバッグとなります、これストラップも付属なんですよね。そうなんですよ、すごいしっかりしたデザインで可愛いですね。可愛いですよね、ロエベのロゴが入っているのと、あと裏がアナグラムになっているので、どちらの表情も楽しむことができます。中はこんな感じになっておりまして、内側にポケットが一つついています。これがスナップボタンがついているようなポケットですね、マチがちゃんとあるので思ったより入りそうな予感がします。結構皮も柔らかくて、こうガバッと開くことができます、アマソナといえばこの南京錠がついているのが特徴なんですが、こちらは付属で鍵がついていまして、こんな感じのすっごくちっちゃい鍵がついているんですが、これを使ってこのジッパーを閉めることもできます。あとは、先ほど 3way というふうにご紹介したんですが、ショルダーをつけるところがここの引き目がこの斜めにハンドルの部分につけるのと、あとは側面にもつけるのがあるので、ショルダーで持つのと、あとボディバッグで持つかによって使い分けることができます。では実際にどれぐらい物が入るのか収納力をチェックしていきたいと思います。小ぶりなサイズなので、ちょっと長財布はサイズ的にはみ出してしまうかな、厳しいのかなといった感じです。必需品からどんどん入れていきたいと思います、今これだけ入れているんですけれども、ちょっとここにメイクポーチは厳しいかなといった感じです、櫛が大きいので少し小さめのメイクポーチを入れてあげるとか、あとは、リップとかファンデーションとか小さな小物類はここに入りそうですね、必要最低限の荷物は入りそうな感じです、確かにそうですね。閉めてみます。こんな感じでやっぱり正方形でマチもたっぷりあるので、収納力には優れているバッグだと思います。実際に持ってみました。このような感じで本当にミニサイズでコロンと可愛いです。手持ちにした感じもすごく手にしっとりと馴染む感じがあります。ただ小さすぎないのでスクエアバッグとして存在感もしっかりとある感じです。でこのバッグの特徴、ショルダーの紐が自由に調整できるので結構短くしてこんな感じで体にピタッと沿わせる形でボディバッグとして持つこともできます。そうすると結構カジュアルに見えますよね。あとはショルダーの紐をつける位置を変えてみました。こんな感じで肩にかけてもいいですし、もう少し紐を長めにして斜め掛けにしても可愛いなと思います。続いてボッテガのバッグをご紹介します、
ちら巾着のような形になっておりまして、うん、またコロンとしたフォルムで使いやすそうですよね。でカラーがポリッチというカラーになりまして、うん、ボッテガ定番の大人っぽい綺麗なベージュ色になります、はい、でこちらのバッグはとにかく色展開が豊富でして、うん、こういった大人っぽい色からもうちょっとパキッとした色までいろいろあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。素材の方がラムスキンになります、はい、なのでとても柔らかい革でできております。バッグの作りなんですけれども、特にジッパーだったりこうマグネットで留めるものとかなく、こういった感じで開放的な作りになっております。そうですね、本当シンプルな作りですね、はい、そうですよね。物を入れるとその物の重さでちょっとここがキュッと締まる感じになると思うので、そちらも後ほどちゃんとお見せできればなと思います、はい、で中は特にポケットとかなく非常にシンプルな作りでして、ストラップもこんな感じでついてるんですけれども、一応こんな感じで結び目になっているので、もしかしたらここをほどいてちょっと短くしたりとかはできるかもしれないです。実際の収納力を見ていきたいと思います、はい、まず大きなアイテムから見たいんですけれども、長財布入るかなと思ったんですけど、意外とはみ出ちゃいますね。あ、そうですね、はい、ギリギリはみ出ちゃってますね。ちょっと厳しいかなといった感じです、うん、でペットボトルなんかもちょっと出ちゃう、じゃあ出ちゃうんですけれども、いきなり買った時なんかは一応こんな感じで収めることはできます。他のアイテムをどんどん入れていきたいと思います、はい。こんな感じで結構入りました。そうですね、はい、ちゃんとマッチもあるし、うん、高さもそれなりにあるので、うん、結構物は入るんじゃないかなと思います。確かにそうですね、はい、ちゃんとメイクポーチも入ってますし、うん、必要最低限の貴重品とかもちゃんと入れられるようなサイズ感になっております。うん、ただやっぱり口が閉じられないので貴重品をあんまり上に入れないようにとか気をつける必要があるのかなとは思いました、うんうん、はい、ね、ちょっとなんかポーチとかに入れて、うん、小分けにしてもいいかもしれないですね。確かにそうですね、はい、ボッテガのバッグ実際に持ってみました。ちょっと今物を入れてるんですけれども、物の重さで開け口のところがちょっと巾着っぽく締まりました。特にストラップの長さ調整できないので肩にかけるとこんな感じですね。私の身長でだいたいお尻に当たるぐらいの長さになります。斜め掛けにするとちょうど腰ぐらいですね。思ったより長すぎず結構使いやすい高さの位置だなと思いました。すごい斜め掛けにしてもちゃんとここのマチが結構広いんですけれども、そんな邪魔になる感覚もなく、とても持ちやすいバッグだなと思いました。続いてご紹介するのはマックスマーラーのテディベアバッグです、はい、マックスマーラーといえばコートが有名で、はい、特にテディベアというモコモコのコートが有名だと思うんですが、実はバッグもあるんですよね。かわいいですね、モコモコしてて、ね、まさに今使いたくなるようなバッグですね。本当に秋冬にぴったりですよね、はい、マックスマーラーの M のロゴがあしらわれておりまして、はい、形は結構シンプルなカメラバッグの形なんですけど、うん、このレザーストラップの部分がチェーンとあとレザーの組み合わせになっているので、まあ、シンプルなんですけどちょっとモードな感じもして、はい、華やかですよね、はい、ただ一つ持っただけで、はい、カラーがキャメルの色になっておりまして、うん、素材がキャメルとあとシルクでできていまして、うん、すごくモコモコとした肌触りのいい素材になっております。バッグの作りがこんな風になっていて、はい、すごくシンプルなんですがポケットが一つついていますね、うんうん、結構横に広いポケットがついています。ガバッと開きますね。そうですね、うん、あとはストラップなんですが長さ調整の幅が広いというか結構自由に長さ変えられまして10段階の調節ができるようになっております。収納力をチェックしていきたいと思います。カメラバッグで結構小幅があるので、はい、うんうん、長財布見ていきたいと思います、はい、長財布がちょっとギリギリ厳しいぐらいですかね、うん、横幅が足りない、はい、うん、ちょっと足りないのかなと思います、はい、ではミニ財布からどんどん物を入れていきます。今ちょっとこれだけ入れたんですけれども、はい、本当にぴったりですね、うん、まあ、少しリップとか小さな小物は入れることができますが、この素材があまり広がる素材じゃないので、うん、その分ちょっと入れる場所が狭めにはなっています。では最低限が入る感じですかね。そうですね、この状態で締めてみます、はい、こんな感じになります。
実際に持ってみました。こんな感じで今ショルダーの紐は10段階中5番目に長い位置ですね。ちょうど真ん中ぐらいの位置につけています。はい、こんな感じでやっぱりゴールドのチェーンがついてるので本当に映えますね、お洋服に。斜め掛けにしてもすごくロゴが映えるんじゃないかなと思います。続いてバレンティロのバッグをご紹介します。こちらのバッグなんですけれども手のひらでも収まるぐらいの、すごいコンパクトで可愛いですね。可愛いですよね。ハンドルがついておりまして、でさらにこちらショルダーストラップもついております。 2way で使うことができるバッグになります。本当に小さいバッグなので比較的これまで紹介したバッグよりもさらにアクセサリー感覚で使えるようなカバンなんじゃないかなと思います。カラーなんですけれどもホワイトになっておりまして、この V ロゴがすごく映えるようなカラーですよね。華やかですね。はい、華やかです。他にも上品なピンクだったり、あともうちょっと深みのあるレッドだったりっていうカラー展開もあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。素材がナッパレザーになっておりまして、こちらもそんなツヤ感が抑えめなちょっとマットな感じ。そうですね、はい、やっぱりロゴが存在感ある分、落ち着きがありますね。はい、開け閉めもここがマグネットなので割と開閉しやすい感じになります。でこの中を開けると中の作りは結構シンプルでして、特にポケットとかなく、こんな感じの作りになっております。でストラップに関しても取り外し可能でして、長さの調整っていうのは不可になりますので、この長さで持ち歩くような形になります。実際の収納力を見ていきたいと思います。まず携帯が入るかどうかなんですけれども、これ iPhone12 なんですけれど、ちょっとはみ出ちゃいますね。本当ですね。そうですね。なので携帯なんかポケットに入れたりとか、スマホショルダーにして持ったりとかっていう形になるんじゃないかなと思います。あとはこのバッグなんですけれども、ミニ財布とキーケース両方入れてみたのですが、あまり厚みを作ると今度ここが閉まらなくなってしまうので、ちょっと薄めにして収納するのがおすすめになります。なのでちょっと工夫して収納していきたいと思います。こんな感じでお財布、ハンカチとリップ1本、本当に最小限のものを入れました。でこれぐらいであればこんな感じで閉めることもできます。いっぱいは入らないんですけれども、でもお財布だったりハンカチだったりリップ1本ぐらいであれば入るのはちょっとしたお出かけなんかに全然大丈夫なんじゃないかなと思います。バレンティロのバッグ実際に持ってみました。ハンドルがついているのでこうやってなんか持つのも全然ありだなと思います。本当にコロンとしてて邪魔にならないぐらいの大きさでめちゃくちゃ可愛いです。ストラップももちろんついているのでこんな感じで肩掛けもできます。私の身長だと長いですね、ストラップは。斜めにするとお尻ぐらいですね。いつも私が斜め掛けするよりかはちょっと長めに感じるので、私の身長だったら手持ちで持った方がいいなって思いました。もうちょっと背の高い方であればこの腰ぐらいでちょうどいい高さで持つことができると思います。ということで今回は4つのミニバッグをレビューしていきました。なかなかサイズ感が分かりづらいのが特徴なミニバッグですが、今回の動画で少しでも参考になったら嬉しいです。今回ご紹介したアイテムは全て概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。